女体に囲まれているってなると、なんかピンポイントに声当ててるみたいなのがありますからね。あるね、うんうんうん、ちなみに前あの演じてるイリナちゃん、どんなキャラクターなんですかね、はい、イリナはですね、うん、今回2期から出てきた新キャラクターなんですけれども、うんうん、こう神様に仕えている天使なんですね、うんうんうん、で神様に仕えてていつもこうアーメンとか言ってこう来るわけなんですけど、うん、ちょっとこう明るいんです、明るくてアイドル的なところもあるんですけど、うん、ちょっとこう変わったというか性格がちょっと変わっていてですね、みんなちょっと困ります。乙女チックだよね、うん、どう接していいか分からなくて、うん、ちょっとこうしどろもどろになる一世とか、そうだね、えーってなるような要素を含んだ子なので、うんうんうん、結構こうアニメでは引っかき回してくれるんじゃないかなと思っております、うん、イリナの出てくるお話はすごく賑やかです、うん、そうだねそうだね、どこまでも突き抜けてっちゃうよね、うん、イリナちゃんは待ってみたいな、ちょっと置いてかない待ってみたいな子だ ね、 そこがね、すごい可愛いのでね、まだアニメは放送始まりましたけど、うん、徐々にね始まりましたけど、まだちょっとイリナちゃんのはちょっと謎に包まれてるところもあると思いますので、うんうんうん、これからのねイリナちゃんの活躍もぜひぜひ注目してみていただけたらなと思ってます。